今作ったのが、まず段階をね、今作ってますよね。第一段階リサーチ、ね、全てリサーチがないと始まりませんし、こうリサーチってみんなも今日来てくれてると出してない人っています？リサーチ出してないよまだっていう。はい、一番最初はリサーチのスキル、もうこれができなかったらあんまり意味もないというかね。でもそこまで時間もかけれませんので、まあ、リサーチスキルというのは絶対の根本的なもの。ここはもう全ての礎です。全ての基本になりますので、こう一応あのリサーチートに自信持ってるんですけど、こう今までのリサーチが何やったんやろうっていうか、こうどうですか、前までのリサーチと比べて何か違いありましたか？リサーチしてみて。具体的に何をしていいかっていうのははっきり分かった、はいはい、調べるべきことが分かる、はい、前との違い、前はどんな情報が、前と今のリサーチではどんな情報が違うように取れるんですかね？前は自分の想像でなんかこうこんなことを拾ってくればいいのかなみたいな、なんか漠然とした感じだったんですけど、あ、はいはいはい、これを調べればいいんだっていう、その調べるものが自分で分かる。あ、なるほどなるほど。ってことは前はこういう情報欲しいと思ってリサーチしてたみたいなことですか？ざっくりと自分コピー書くためにこういう情報が知りたいみたいな、はい、ってことは先入観のまま結局リサーチしてない状態なんですよね先入観でこうだろうと思ってることを確かめる作業ですよね。あ、そうです、そうです、はいはい、これ実はあるあるです。それをリサーチと思っている人が非常に多いです。なので業界を知るために、クライアントのことを知るために、業界を知るためにリサーチっていうか、それがリサーチのはずなのに、こうだろうと思ってそのコピーを書くための材料集めをするのがリサーチになっているんですね、ほとんどの場合。そこが全だから結局これ何もなってないんですよ。わかりますか？してもしなくても一緒なんですけど、言われてみたら、てか本当にね、リサーチってそこの違いがすごく大きくて、もうこういうコピー書きたいって勝手に決めて、こういうコピー書く題材集めたいと思って、そこの題材集めしてこうだろうみたいな、もう何でもないですよね。そのリサーチせずに書いた方が時間が短くていいんじゃないっていうっていう感じですよね。なんで、あ、ってことはあれはまあ何を調べていいかも分かるし、こうフラットな感じでもとりあえず見るっていうか、その業界のことをフラットな感じで先入観なしで見ることができるようになったみたいな。そうです、はい、それが一番大きいですね。でリサーチはそれが重要です。まずリサーチで重要なのは何を調べるかっていうことが重要で、先入観はゼロで見るってことが重要です。だって先入観で見たらリサーチじゃないですもん。自分の仮説が正しいと証明する行為ですよね。先入観があるリサーチというのは何の意味もないですよね、そんなものはね。ですのでもう大前提、もうリサーチが上手になると始まりません。なのでこのパートナー養成会のカリキュラム、課題の流れっていうのは、最も効率的に、最短のルートで、現場レベルでね、セールスライターとして戦うためのスキルをこう磨くことができる順番で作ってます。まずはリサーチ、これがないと始まりません。これをすっ飛ばしても何の意味もありません。そして次の段階、今ね皆さんに取り組んでもらっている課題ですけれども、一つが呼び戻しの DM ですよね。呼び戻しの DM、まあ、これはまあ3パターン考えられますっていうことで、有料顧客の呼び戻しのパターンと、定着した後の呼び戻しのパターンと、定着する前の呼び戻しのパターン、この3パターンですよね。3パターン、あとは誕生日おめでとうの DM ですね。誕生日の DM がありで、実はここ誕生日 DM は有料顧客とそれ以外は分けた方がいいですね。2パターン作った方がいいです。欲を言えばです。欲を言えばです。
で現場レベルでクライアントに入るときは有料顧客の誕生日だけでやったりとかすることも当然あるわけですよね。誕生日の2パターン、せめて有料顧客は作りましょう。